2018年夏、中国福建省アモイ、ここで中達也のセミナーが行われた。沖縄から日本本土に空手を伝えた船越義珍が生まれてからちょうど150年、中国の武術家たちが日本の空手を学ぶために集まった。多くの人々の協力を得て空手の道を探求し続ける中達也。もしかしたら100年前の船越義珍も同じだったのかもしれない。この動作ができる。そしてこう持ち込んで、上に上げながら、足は左、足は斜め。この線で下がる。おお、マジ？今回のグレートジャーニー第4弾では船越義珍が残した技術に迫る。もう嫌だろ、嫌ですね、触った瞬間。これですね、もともとはその空手にこういう技術もあったのではないかと。もともとやっぱり、いや、日本の武術、古武術であって、それを空手に取れたの。本編4時間、船越義珍日本空手協会一本勝負、沖縄空手、中国武術、大いなる流れを遡る。船越義珍が沖縄の空手を日本本土に伝えてからもうすぐ100年。その間に何が失われ、何が生まれたのだろう。空手の源流を探るグレートジャーニー第4弾、未来と過去が一つになる。相手の体勢だとか呼吸だとか距離だとか入射角度だとか相手を距離数だとか、それを技を決める。弓道館がやっぱ交流で、それが島袋先生のところになって、うん、ショート館になって、ね、こうなんですか、あるんですか。いや、そう、発想が全くなかった。ないんです。僕40年やって全く発想がなかった。下から上げるもんだと思って。こういう先生の伐採ショーと僕がやってる伐採台はほぼ一緒。ポンで、こっちはまた来たのを落として全部の流派にもありますね。もともとは那覇手の方なんです。そっちから来て手裏手風にアレンジされてる。あの、ムチミとかいろいろ言われますけども、はい、意味が分かってるとか、果たしてどのぐらいですか。ボート中の間とか言ってましたか。はい、ボート中の間、新口が入るまでは、はい、立てじゃない。これが結局の新口じゃない。ああ、そうです。上げてきた。写真と写真の間を。そうです、そこが埋めていく。ここで入る。え、こう。沖縄空手と中国武術の関わりは深い。古来より琉球王国では中国からやってきた武術家と琉球の空手家たちが交流したという。グレートジャーニー第4弾では、さまざまな中国武術と中達也の松濤館流を徹底比較検証した。なんか喜びすぎなくて、かっこいいと思ってやったんですよ。かっこいいですよ。新六五拳っていうのが、はいはいはい、中国にありまして、はい、この当て方で体当たりでいけ、ドーンとかここで、ここで痛い。ここは残しといて、残しといて、ここで入る。例えば刀で言いますと、まず文字を作ってしまう。作ってしまって、キシッ。中先生のお突きっていうのは、まあ、こういわゆる目で追おうとすると、ね、点と点、まあ、究極の点ですので、これなかなか難しいですので、まあ、感じ取るのがいい。これを
というか。あのなんで引いて当たるのかな。そして、うん、まあ、バサリアって型があるんですけど、蹴ってたりして、这个赛下，哦，那个就过去。哇，美女，把门在造句。難しいです。難しいです。難しいです。本当に。